CJS 総合の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日の根津さんと二人ごと、また小野木さんに来ていただきましてお送りしていきたいと思います。小野木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回は君が代のお話からです ね、はい、それこそ、漢字の訓読みとそれから大和言葉の違い、はい、そういうものも教えていただきましたけれども、今日はまあその言葉っていうところからですね、ちょっと文学的な話に持っていきたいんですけれども、紫式部のお話をお聞きしていきたいということで、はいはいはい、まあ、実は私先月滋賀県の大津市に行ってきたんですね。ほうほう、はい、で大津に行くと石山寺という有名なお寺がありまして、そこでなんか紫式部がですね、源氏物語を書いたということで、はい、当時使ってた部屋なんかが残っていたり、はい、まあ、はい、彼女の銅像があったりするんですけども、はいはい、まあ、関西にいる私とすると非常にこう馴染み深いというか、ちょっと身近に感じる紫式部なんですが、はい、今日はどういったお話をお聞かせいただけるんでしょう。もう紫式部といえば源氏物語が有名ですよね。はい、で世界最古の女流文学者としても有名で、はい、今はもう多分紫式部といったら知らない人はいないぐらい、はい、日本人なら多分誰もが知ってるし、うん、世界でも有名な女性ですよね。はい、うん、でこの紫式部を代表する、あの生涯にいっぱい 歌を読んでるんですけども、はい、この紫式部を代表する歌一首っていうことで、はい、中世の歌人の藤原定家が選んだのが小倉百人一首に乗っかってる歌なんですね。はい、うん、巡り会いて見知らせとも若の間に雲に隠れにし夜半の月影っていう、はい、この歌なんですけども、はい、これがですね実にいい歌なんです。嬉しそうですね。こちら、はいはい、巡り会いて、ね、見知らせとも若の間に、これですねよ、その大体こういろんな解説書を読んでいただきますと、うん、巡り合えて、まあ、久しぶりに巡り合った、はい、で見知らせるとも若の間にっていうのは見たかどうかもわからないうちに、はい、で雲に隠れにし雲に隠れるように帰ってしまった、はい、久しぶりに会ったけれども久しぶりに巡り合ったんだけれどもあっという間に帰ってしまった、はい、で見上げたら夜空に綺麗なお月様がありました、はい、っていう歌だったんです。はい、そのどこがどう素晴らしいんですか。はい、確かにそういうふうに書いてるんですけど、はい、和歌っていうのは上の句と下の句があって、はい、一番言いたいことっていうのは書かないんですね。はい、で一番言いたいことはここにあるわけです。はい、ここに これを言いたいんだけどもそれの手がかりを上の句と下の句で与えてるっていうのが和歌なんです。はい、うん、つまりじゃあこの上の句と下の句を読んで、で、この人は一体何を言わんとしてるのかなっていうことを察する、はいはい、っていう文化、そうですよね、この察するという文化がある文化の原点になっているのが和歌だから、はい、和歌はあらゆる日本文化の原点だと言われているわけです。でじゃあその紫式部は何言ってるのか、はい、巡り合えて久しぶりに巡り合いました、これ言葉書きがありましたね。で道女の頃つまり幼い頃の友達幼馴染の友達が久しぶりに訪ねてきた時に読んだ歌って書いてあるんです。はいはい、で巡り合った、うん、まあ久しぶりですよね。うん、で、巡り合いて見知らせるとも分からない見たかどうかも分からないうちに、はい、で最後のところに月かけとくるわけです。はい、これがですね最近の解説書ってみんなインチキしててごまかしてるんですよ。うん、月かなって書いてるんです。そうです、私もそういうふうに思ってました。はい、はい、だから久しぶりに会ったけどもすぐ帰っちゃった見上げたら夜空には綺麗なお月様が浮かんでいましたね、はい、というんだったらば月かなじゃないのと、はい、そうじゃないの月かけなんですもともとが、はいはい、月かけだから大事なんです。はい、なぜかというと月かけって月明かりじゃなくて、はい、月かけ影なんだって言うんですね。はい、ということはその綺麗なお月様ではあるんだけれども何かそこにこう影を感じてるわけです。うん、でものすごくその時間がないんでこう簡単に言っちゃいますと、はい、要するにその友達っていうのは地方に転勤を命ぜられて、はい、で当時の地方転勤っていうのは今で言ったら火星に転勤するみたいなもんで、はい、命の危険まであるわけです。うん、そういう不本意な転勤を仰せつかってで転勤の挨拶に紫式部のところに来たわけです。はい、で久しぶりにやってきた巡り合いて、うん、はい、で見たかどうかもわからないうちに帰っちゃいました、うん、で言うんですけれども紫式部女性じゃないですか。女性のところに転勤の挨拶に行くのに、はい、夜中に行きますか。行かないですね。でしょ。はい、
まして いくら幼なじみだと言っても、はい、夜中には行かないですよね、はい、ということはその友達は昼間来たわけです、はい、で来たのは午後の3時ぐらいかもわからない、うん、で帰ったのが夜半、夜の月陰、夜半だった、はい、来たのが午後の3時で帰ったのが夜の9時だったら6時間いたわけです、はいはい物理的な時間としては6時間で幼な友達だから、うん、いろんなその昔話に花が咲いて気がついたらああもうこんな時間なの、うん、っていうことで、で心理的な時間としてはそれが一瞬のことしか感じられなかった、はい、っていうことをあのミシアンするとも分かんないまにと言ってるわけです、はい、だからこの歌っていうのは実は物理的時間と心理的時間をここに読み込んでるわけです、はい、でそれを言ってるだけじゃなくてさらに一番最後のところで雲に隠れにし夜半の月影と言ってますけども要するに月っていうのは巡るものと言いましたね、はい、あの月ってこう細くなったり太ったりするじゃないですか、うんうんはい、月は巡るもの、はい、歌い出しも巡るもの、うん、つまり紫式部は早く都に帰っておいでよって、はい、でこの友達にメッセージも伝えてるわけです、うん、そこに紫式部の優しさがあるわけですよね、はい、あの久しぶりに幼馴染ですよ幼馴染で多分女性だと僕は思ってますけども、はい、その子が紫式部のところを訪ねてくる、うん幼馴染で久しぶりに訪ねてきた、はい、でもこれから地方に転勤するってことはそれまでは京の都に住んでるわけでしょ、はい、近くにいるわけです、うん、近くにいるけれども幼馴染なのにめったに紫式部のところに訪ねてきてないわけですよ、はい、式部は物書きですけれども多分どちらかというとちょっと暗いあまりお友達の多くないタイプだったと思う、でそういうお友達の多くない女性のところに本当に久し紫式部は親しみを感じてるけれども向こうにしてみれば、まあ、友達の中の一人みたいな、はいはい、ことで挨拶に来た、うん、でも話が盛り上がったでそういう友であったとしても地方に転勤するっていうことになった時に早く帰っておいでよまたあのお月様のように、はい、もう一度こう戻っておいでよっていうことを呼びかける、はい、その心の優しさがあるそういう優しさを持った女性だから紫式部は千年経った今でも人々から愛され続けてる、はいっていうのがこの歌に象徴されてるわけです。なるほど、それは私も全然教養がなくて。いやいや、あの こういうその百人一首の歌の解釈っていうのは、あの昔は当たり前だったんですよね。はい、これ今僕が申し上げたようなことが、もうおじいちゃんおばあちゃんにとってはもうそれが当たり前のことで、はい、でこの歌を読んで友達久しぶりに友達が訪ねてきたと思ったらすぐに帰っちゃいましたと。うん、あのお前そこが大事なんだよって、はい、このおじいちゃんおばあちゃんがそこでこうあのここだよって言えるまさにチャンスの歌でもあったわけですね。それがもう何だか知らないけど最近あの百人一首の関係の本とか紫式部の本を読むと必ずこの歌が乗っかってるんですけども、はい、全部来たと思ったら帰っちゃったと、はい、投げたらお月様がありました、はい、全然風情がないですね。何なんだよそれはうんと言いたくなりますね。はい、なんでそんな改ざんをするんでしょうね歌の解釈は。はい、あのだからとにかくその日本人にとって その察するという文化があったということ、はいうん、それからその、まあ、式部の歌はそうでもないですけど他の百人一首の歌人たちの歌を見ていくとやっぱり天皇の政績天皇を中心とした日本っていう国のありがたさ素晴らしさと、はい、いうことを称えた歌が非常にたくさん入ってるんですね、はい、でこれを多分潰そう、うんとしたんでしょうね。なるほど、はい、それからいわゆる対立と闘争という個人主義的し、はい、考え方あるいは共産主義的な考え方からすると、うん、この歌はどう見ても友達が来た巡り寄ったと思ったらすぐに帰っちゃったわ、はい、何よあいつ、はあ、今日も綺麗なお月様ね全然歌の意味が変わってきますね。だからそういう目で見たらそういうふうにしか見えなくなる、はいはいはい、うんでそういうことを大学の先生が言い始めたりすると、はい下の方あの一般の人たちっていうのは分からずに、うん、ああそういうもんなのかなって千年思っちゃいますね。千年前の人ってひどくつまらないことに感動していたのねっていう、うん、風になってしまう。なるほど、はい、でも本当はそういうことなんですけどね、はい、あの千年前の歌が中学生ぐらいでもね、はい、ちょっと勉強すれば読むことができ、はい、その言葉に含めあの込められている行間のね、はい、思いというか、はい、それを察する力を持っているっていうか持てる国ってもう世界で日本しかないですよね、はい、です千年前の言葉なんかみんな分かんないでしょ。分かんないです。しかもあの千年前にですね女性が文字を書いて、はい、しかも文学作品まで残したなんて、はい、世界中どう探したってないです。ないですね。200年前だって怪しいぐらい、うん、はい、ね、まあそういったことにもこう、まあ、思いが馳せられる紫式部の歌ということで、はい、はい、
や本当にあの村下式部に限らず百人衆とかね、はい、ちょっともう少し次回あの掘り下げてこんなこともあるんですよって聞けるといや私も小学校の時やったんですけどもうその時はただ単に覚えなさいとしか言われないから、覚えて髪の毛聞いて下の子バーンって早く撮るだけの、はい、その訓練しかしてないですからその歌の解釈とか勉強したことがないんで、はいはい、ぜひこの機会にちょっともう少しお聞きしたいなと思って素晴らしいです、はい、じゃあ次回それは、はい、楽しみにしております、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。